頑張れよ。元気出していいよ。暴れん坊親父、77回目の誕生日パーティーしました。そして食べたのはマダイ、イシダイ、モンゴイカ。むちゃむちゃうまかった。その日取れた、美濃島漁港で取れたマダイ、イシダイの中から、弟が見てな、この鯛は美味しそうだなと、色よし、形よし、そしてちょっと肥満気味だよ。まあ、たくむりみたいなもんだな。とにかく、ちょいぽちゃ、マダイ。むちゃむちゃうまかったな。ほんならさ、ゴリさんが電話来てさ、たくむね、親父の誕生日で食べた鯛、うまかったかい？もっとうまいもん食わいじゃらよ。久しぶりに船に乗ってこんかい？ということで、たくむね、久しぶりに住吉丸さんの船に乗せていただきました。漁に行ってきました。うまいもん食べてきました。あとは動画をゆっくりご覧ください。こんな感じ。久しぶり。にやん、その頃どうよ、魚。そうけ。お前がね。何撮ってんのよ。何も何にもないってよ。何、どっち向いて撮りに行くん。どれが言うやんな。身を前向いていけ。強い落ちたの。杖落ちた。まあ杖が落ちたけど、まあいらんやつやけどよ。杖落ちた。まあええわ。どんどんか。おう。どうや、大木くんか。おう。乗れるかこれ。反対向けてか。よいしょ。おう。ちょっと距離あるな。乗れた。
のよ。はい、橋。
今日もゆくゆく暴れん坊徳宗、はいや登録よろしく。バンボー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 暴れん坊徳宗。